ちゃまちゃまー、ハーちゃまこと赤いハートです。今日はレッドブルの使用方法を5つ紹介していきます。 CM では羽が生えると言ってるレッドブルですが、あれは物の例えなので本当に羽が生えたと錯覚して飛ぼうとするのはやめましょう。本当に死んでしまいます。あ、そしてね、多量摂取をしてしまうと多量摂取まずはコップにレッドブルを注ぎましょう。そしたら飲む。これが基本の使用方法です。次にこれを居酒屋で酔っ払ったお客さんに出しましょう。見た目が似てるので大体騙せます。ちょろいですね。3つ目は最近の JK がよくやってるんですけど、キャップにテープをつけて壁に貼る。そしたら指輪をかけましょう。男の人の場合はネクタイをかけてもいいかもしれませんね。結婚したら2人でレッドブルを飲み合って結婚指輪を壁にかけ合う仲になんてことも年々増えてるらしいですね。レッドブル婚、結婚条件にレッドブル好きって書いてる人が多いとかな。ストレス発散にも使えますよ。最後に潰したレッドブルをさっきのキャップを駆使して壁にかけましょう。レッドブルオブジェの完成。